せーの、はーい、アリムです。マリです。はい、ということで今日はですね、この友人である、チョウ。そう。皆さんご存知でしょうか。まあ、昔からね、僕らのこと見てくれてたら知ってると思うんですけど、まあ、俺の高校の友達、まあ、今でも本当仲良くしてる友達なんやけど、まあ、その友達が、ほんま突然結婚してな。マジで。突然ね。結婚して、で、子供も生まれて、俺は台湾帰ったり日本帰ったりしとったからさ、タイミングがなくて、やっとこの子供が3ヶ月になった時に、会えるっていうタイミングが今日できまして、今から会いに行って、まあちょっと、ね、俺らも結婚したしさ、なんかちょっと感じれるものがあったらなっていうか、なんかね、お母さん、お父さん気分でいけたらなと思います。はい。はい。で、なんか今日お土産をね、ちょっと今チラッと買いに行って、見てきてんけど、それも渡せたらなっていう出産祝いでね、思ってます。そうです。なかなか赤ちゃんを触るタイミングないし、ないどういう感覚なのか分からへんけど、ちょっともう、おじみたいな感覚やな。おじさんみたいな感覚で。確かにな。バリのおばあさんになるような。まあ、蝶にもちょっといろいろ聞いていこうよ。そうそうそう。大変やったとか。そうそう。どうとか。ね。そうやな。二人の出会いもめっちゃいいからさ、ちょっと後で聞けたらなと。ほんまやん。めっちゃいいね。と思いますので、皆様ぜひともね、この動画を見てください。うん、はい、それではまた続いてのね、動画撮りたいと思います。行きましょう。せーの、レッツゴー。続きましたよ。ねえ。楽しみやな。ねえ。よう俺しょっちゅうさ、テレビ電話で。ああ、そうやな。すいません。じゃあ、ムツ。そう。はい、やってみました。M サイズで。お邪魔します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 。わ、広いね。結構広いよ。めっちゃ広ないよ。めっちゃ広いねんけど。みんな。どうもー。あーみんな食べてる。いやーかわいい。手洗いましょうか。ねえ、洗いましょうか。赤ちゃん本舗で食べていかんか。いや、まだそれは分からなくて。赤ちゃん本舗バレたぞ。30秒以上。あ、そう。一応出産祝いってことで3ヶ月遅れたけど、このありがとうでかいから買ってきたのと、これもそう、ちょっとこれから着れるだろう服を、今でも着れるか、今も着れそう、ありがとう、いいえ、かわいい、ありがとう、かわいい、どう持ってない、ああ、よかった、よかった、よかった、これから着れるやん、今年のねえ、よかった、ね、それなんか起きてるのも恐竜やぞ、ほんまや恐竜、こんにちは、いいよね、かわいい、かわいい、いつも中国語で喋ってる、あ、そうなの、日本語もおすすめ、ニーハーニーハー、手どこ行った手触れなかった、あ、ねえ、なんか掴むと安心する、ねえ、かわいい、ちっちゃい、ニーハーしんどい、あ、いやいや、なんか気持ちよっちゃうよ、お前な、あら、このヨーロッパの顔が似たよ、ヨーロッパ今誰って感じやろ、かわいい、ずっと見てんな、アリムの顔が、おー、泣く、ヒゲ泣いてるから、あら見たことない、ヒゲ起きたい、やっぱり置きたいじゃん、ほら、なんか置きたいね、そう、うん、そう、置きたい、ほら、めっちゃ力入れてる、ね、紹介遅れたけど、蝶と三つえちゃん、そう、三つえちゃん奥さんの、そうと、たつきくん、そうたつきくん、たつきくん、超久々すぎひん、エビリンチャンネル、ねえ、お、俺もあ、見てる、お、見てる、やっぱ、見てる、2年ぐらい出てんの、2年ぐらいだ、今喋ってんのに、すいません。超多分結婚式の時だ。菅野の。ああ、そう。その時ミセちゃんもおったよ。おった。多分映すわ。この時、このチラッと映って。そう。が、ミ
連れちゃうねん。俺な、ちょっとみんなに教えてあげたいねん。動画のみんなにな。二、うん、人の出会いを教えてほしい、ね。そうやね。あの、あれめっちゃ感動やな。って。めっちゃ進んでる。すごくない？え、これ、声って静かにした方がいい。起きてる時は小学校の同級生っていうことで、まあそうやねんけどな、うん、そうやねんけど中国から小5の時に長が転校してきてんな、で担任の先生から私に呼び出しされてんや、その日、うん、で、うん、なんで呼び出しされたかなって、悪いことしたかなって言ってびっくりしてん、先生から、中国から来た男の子がおるから、うん、まあ、あのトラインの席にしてもいいって言われて、うん、まあ先生から言われたことやし、そうそう、うん、いいはいいですよって言ってたら、隣の席にしてもらって、授業中とか、特に国語の時に内容とか、翻訳してあったり、うん、すごいな。え、みつえちゃんはずっと子供の時から、ずっと日本、生まれてから、うん、あ、そうなんや。まあ、最初来たから誰も友達おらんやなと思ったから、うん、もうなんか放課後とか、あと昼休みの時もなんか常に一緒に遊んでた、あ、そうなんや中学校も一緒、小6の時に転校しちゃって、うん、もうそれから誰が全然、あっちゃんが、かわいそうなんだ急にそういうことか、まなちゃん、あー、来た、お遅かったぞ、もういいじゃんな。おもつ一緒じゃん。え？一緒やぞ。ほんまや。マジ？いやー、さすが。でも S サイズじゃん。あ、M サイズ。M サイズやで。M サイズこんなサイズあんの？大きいやつ。どんくしゃよ。よかったやん、ぴったり。いえいえ、全然全然。揺れた方がいいね、こうやって。揺れだ。これはもうほんま分からへん。ちょっと今日体験できてるから俺。ねえ。あれもカッサすぎる。かわいい。いいね。やばい。お、舐めてる？舐めてる。かわいい。これか。ワキ、ワキね。ワキでお尻を持つって感じ。あ、そう。うん。合ってる？大丈夫？たくさん。やっぱ1ヶ月までぐらいが大変って感じ？最近やっと落ち着いたって感じ、慣れたんか、ちょっと言葉も分かってきてるような感じやなって、あ、そうなんや、最初の時は全然分からんかった、なんで泣いてるのか、なんか分かってきたような感じ、パパと一緒やね、たまに泣いて何か分からんもんね、こまみたい、おめでとう、ありがとう、ママおめでとう、ママもおめでとう、おめでとう、お、おもちゃかな、お、お、パパのおもちゃかな、おちゃのおもちゃかな、じゃじゃーん、ありがとう、これ使えろ、おー、ジョージだ、お猿のジョージだ、お猿のジョージだぞ、かわいい、見てんねん、なんでやねん、まあまだな、これからや、そうそうそう、え、俺のやつちょっと合わせてみてや、ついてる、あ、全然いけるな、あ、ちょうどすぎるな、あ、はい、米の量やばない、お前そういう買い方してんねや、1票、1票、うまいな、量、こっち見てもらおうか、まだあんの米、何見るの、あら、お兄ちゃん、どっからどっちみたいな、すごっ、そらこうなるわ、頑張ろうかみたいな、すげえな、蝶はどれぐらいの頻度で蝶おっぱあげてんの、俺はたまにあげてくる、たまにぐらい、泣いてる時にめちゃめちゃお腹空いてんなと思って、頭こう、こうすんねん、赤ちゃんこうして、ここに焦ってる、くるねん、ちょっとボーってなんねんけど、うん、あれ？脂っこい、ちょっと違うやな、あ、赤ちゃん目線から、あ、でもたいな、赤ちゃん目線、そう笑ってるんかい、
ないないないばーいないないばーいないないないばーいないないない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 ばーいないばーこれ赤い怖い夢見るもんのよなんかごめんどうですか子育てはいろいろ自分のことができなんていうのか大変でも結構あれじゃない超協力してるくないなんか何が大変やっぱ夜中が一番あ夜中ねで最初の話の続きやけどさ二人がさ出会ってさ転校してんなみつえちゃんがそれで全く連絡もつかんかったけど何年ぶりに再会したすごない小学校離れる前、うん、ピーやな、うんうん、そう直前言ってんよ、うん、だからなんか全然知らんかったよ次転校すること、うん、まあ、長からしたら転校してきていろいろ教えてくれた人やもんな、うん、まあ、ある意味初めての友達まあ、言ったらそれでやろ、うん、ねえで日本語も喋られんかったよなその時、ね、ほんで15年ぶりに再会してどうやって再会したのすごない逆に再会したきっかけも両方のお母さんだったからあ、お互いのへぇ、すごい繋がってたやん、そこはどうなのあって変わってた変わらなかったなんかもう一目ですぐ分かってたあ、そうなんやマジや、うん、俺は、まあちょっとちっちゃい頃と変わってたけど、まあ、この子やなって分かるなでも性格はどう変わってると思う性格気が強かったのは変わってなかった気持ちになってきたね今の汗お尻分子供や赤子でしたなるほどねすごい出会いやなマジですごないすごない覚えてる小学校の時の隣の席の人思ってていいやんこの15年間、うん、あ小学生で言うと一番仲いい友達やったら僕遊んでた友達は超やったなって機会があったらそういう、うん、また連絡、うん、そうかなっていうのはこの15年間ずっと思ってて、うん、あそうなんやじゃあ忘れてはなかったんやそう忘れてはなかったすごいよなんか心の底にずっと置いてたあどうしてんのかなみたいなずっと気になってた超は忘れてなかった忘れてはなかった帰りの時もなんか分かる道やねんよ、うん、帰り道が、うん、でも一緒にこの家まで送っていいそう送ってもらってんやうち送ったんやそういつもかっこええいいなで学校行く時もなんかいつも、うん、その家のドアをトントントンして、うんうん、何すんの迎えに来たそう一緒に統合しようってあそうで置いていいないいすごい出会いよ出会いというかで今一緒にね子供を産んでなんか自分も早いなって思って結婚するのあそうなんだ結婚なもともと予定は2年間付き合ってくりそう、うん、え何ヶ月やってる知り合ってから半年ぐらい、まあ、そうやな半年早いけど早い、ね、だって7月に結婚届け出したやんで3月27日ぐらいに会って、うん、4月の時に告白して、うん、だから4から7え3ヶ月半年もないでさ半年もないやすごいで、でも何かがあんねん帰りましょうか帰りましょうまたバイバイたちゃんこの動画で稼いでまた持ってくるわなんかおバイバイすごい言うたら出会いだでもあいちゃん手振ったりマジで稼いでまた持ってくるわなんかおバイバイごめん起こしてもたわじゃあ頑張ってありがとうありがとうじゃあね頑張ってねじゃあバイ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 